突然ですが、私キャスターのウド鈴木がお届けするウドのどうですかニュースの時間です。アシスタントのブルーザーです。それでは心を込めてお伝えします。今回のニュースはこちら、ライオンキング有明式劇場へ。喜びと感動を届け続ける演劇集団劇団四季、この秋ディズニーミュージカルライオンキングが品川区大井町から有明の地にやってきました。アフリカサバンナを舞台に展開するライオンの子シンバの成長物語、サークルオブライフという深遠なテーマの中で、生命の営み、親子の絆、心の成長を綴ります。これまでのライオンキング観客動員数は1299万人超え、まさにミュージカルの王者。ここは僕の王国だ。12月には23周年を迎え、さらなる無期限ロングランに挑みます。ちなみに俳優の皆さんは、田園都市線あざみ野駅が最寄りの劇団四季の拠点、四季芸術センターで稽古を重ねているんですよ。なあ、ちごんにゃー、たまひちばばー。急にどうしたんだよ。いや、びっくりしました。どうしたんですか。ライオンキング、やっぱりね、こうなんか自分の中のライオンキングが燃えてくるんだよね。見たことありますか。僕一回15年ぐらい前に見に行ったんですけど、でもその時学生だったんで、三階席のすごい小さいところ、もう小さくしか見えなかったんですよ。あ、本当。それよりかはもうちょい近いところで今度見たいですね。あ、そうだよな。実際どういう風に、あの、そうだ、近いところでこのライオンキングの縦紙とかどうなってるのかとかね、そこはあんま気にならなかったあのすごい竹馬みたいになってるじゃない、キリンとか、どういう風にやってるのかとか、そうそうそう、あ、そうか、でも すごい確かに近いところ遠いところ、いろんな席で多分見てみたらまた視点もね、いろいろ変わってきたり、確かに。でも井上言う通り、その遠くからの大きな視点、引きで見たり、あとそれぞれのいわゆる動物がどういう動きをしているのか、演じる役者さんはどういうふうにしてこうその動物の個性を表情を出しているのかとか、それぞれ何回か見に行ったら、何でしょう、初め一回だけだとわからないけど、それぞれにスポット当てて見ることもできる、できたのかと。だ、映画と一緒で何回も見て味わいがもっと増えてくるって感じですよね。そうだよね、いいこと言うね。いいこと言うでしょどうもウドのどうですかニュースの時間でした。いやーギャイーン、ウド様お願い。はい、心つながるポジティブテレビ、天野くん。この番組は MC ウド鈴木が本気で挑む地域情報バラエティ、町と日本と世界の心を一つに、本話会顔をお届けします。ウド様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。前回の前向き対談はピカコ様からメイクアップアーティストという職業について詳しくお話を伺ったウド様、後半もお楽しみください。子供の頃っていうのはどういう感じだったんでしょうか。いやもうね、子供の頃は思い出したくないですよね。そうですか。まず全くつまらない。要はすごく頭の中がませてたんですね。ですから、まあ、同級生とか全く話が合わないし、ですから、まあ、もちろんね、人並みにいじめられたとかいう経験もありますけれども、非常に孤独な少年時代でした。何も面白いことなくって。そうですか。え、いや僕もね、実はね、すごい耳戸島だったり、なんか太宰治の幼少期を何かテレビで見たことあるんですよ、再現ドラマで。なんか自分に似てるなと思ったんですよ。なんか大人たちの会話をすごい聞いてて、子供ながらになんて世界だ、
このまま大きくなってもこのようなことを言われたり言ったりしなければならないのかみたいなね。本当ですか。でもなんか本当に多分そういう感じだと思いますよ。もうまあ才能がなくて、ね、まあ、太宰治みたいに書けないですよ。それは才能がないけど、ただ大人に対しての何ですか、勝手に思ってる気持ち。でも大人にそんな話できないじゃないですか。なんて話してるんですかあなた方、はい、とかね。なんかあの欲にまみれてとか、どんな話を聞いてたかったら、すみません、そなんか勝手にそう思ってるだけですけど、ただあの大人の話そんな聞くもんじゃないとも、まあそんなには言われなかったですけど、たまたま近くで聞いてて、大人は大人で大変なもんだなっていうのは思ってました。ね、だから私はもう早く大人になりたくって、もう早く早くもう学生時代を終えたくて、ですからまあ二十歳過ぎるぐらいまではね、あの本当に思い出したくないというか、あまりもう記憶に残るものが何もないぐらい、あの自分の人生の中では今振り返っても全く興味のない時代でした。あ、そうですか。はい、少年時代から青年になるまでは、自分はですね、実はこの普段はあまりこのメイクっていうのは、まあ、この番組は今してないんですよね。で、先ほどお肌を褒めていただいてすごい嬉しかったんですけども、目が、あの究極の一重なんですね。はい、だからあのアイプチとか挑戦したいとか思ったんですけど、アイプチが根を上げるっていうんですか、あの根を上げる悲鳴を、さすがのアイプチも、ね、そうなんですよ、パカッと開いて、だから二重まぶたが壊れたりとか、自分の目を一体どういう風にしたらとか、目元からのこの、力っていうんですかね、だから、まあ、このシラスのような目ですけど、こうあの一回自分っていうものにどういったメイクがどういった風にしたらこの目からのメッセージを出せるのかなとか、表情が自分変わるのかなとか、何かアドバイスとかいただけないでしょうか。そうですね、あの、まあ、例えばパーツもそうなんだけど、私が第一印象でもしやらせていただくとすると、お顔全体のその血色、血行ですね、はい、血行を表現することをまずやります。ちょっと血行が足りない感じ、少し寂しい感じがするというか、はい、もっとこうゆ豊かな、そのふくよかな、なんていうのかな、印象っていうか、そういう方が多分見る人はあのより高い好感度を持ってご覧になると思います。それではピコ子さん、はい、メイクの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっとあのご自身の油分を少し吸い取りましょう。ありがとうございます。はい、であの先ほどね、血色、全体的な血色というふうに申し上げましたけれども、はい、これあのマッサージでも何でもなくって、はい、チークというアイテムを使ってですね、はいはい、血色を人工的ではありますけれども表現していくという作業になるんですね。はい、チークってあのほっぺたに、そうですそうです、いる赤み、おわらわら可愛くするときに、そうですそうです、言ったこともあります。可愛くするなんて言っちゃってすみません。可愛いですよ十分。でチークもいろいろなトーンがある、はい、あるんですけど、やっぱりその、はい、健康イコールその不鮮血がお顔を元気に循環しているというような景色を作るためには、こういうくすみを持つ色じゃなくってフレッシュな、こういったものを使った方がよりその健康感というのが伝えられるんですね。はい、で今この眉毛の際のところ周りのちょっと青みみたいなものを、血色をこのように人工的に作ることによって消している。そしておひげの周りもですね、この辺もそう、血色が足りないので青いんです。そうなので人工的に足してあげる。最初はねちょっと強いかなと思うぐらい塗っても、見慣れるとねちょうどよくなってくるんです。あとはまあそのご自身の顔をね、これ女性の皆さんもそうです、青いなと感じるところを探していただいて、チークでやっつけていくだけで、なんだろう、そのケアレスな感じが全くなくなっていくというか、はい、幸せな感じというか、あの女性らしい肌トーンにもなっていったりしますので、
もうちょいだ。すいません。はい。ウドさんがこんなに静かなの珍しいですね。手はね、手はね。ほら、今喋っちゃうとメイクもね、邪魔になっちゃう。はい、じゃあこれで出来上がりです。はい。簡単ですけど、これだけで第一印象が。でも本当になんか血色良くなってる。うん、違います、違います。で本当にね、細かいパールが入ったものを使ったんで、光の反射みたいなものも、強く反射をするようになってるんですね。ですから若々しくフレッシュに健康的に見えている。そうそうそう。いやでも簡単そうに見えてこの技術難しいんですよね。まあ、そのやりすぎてしまうとどうしてもおかしくなりますし、足りないとまた意味がないので。そう、まあ本当に誰が見てもすっぴんにしか見えないような範囲でうまく手を打つというか、はい、ありがとうございます。やっぱもう喋り方も変わっちゃった ね、 ねやっぱり、うん、あなた方は変わりすぎ、変わりすぎですよ。いやそれも関与見てもいいですか。あ、どうぞどうぞ、すいません。 ありがとうございます。どうぞお取りください。はい、はい。まあ明るい。いや、なんかなんで素晴らしい世界なのかしら、私たちが生きてるこの世界は。よし、今世も頑張ろう。ありがとうございます。ピカピカさん本当に、いや明るい、本当に明るい、血色が良くて健康的、うん、なんだか元気なウドちゃん。すごいですね。本当に変わっちゃった。ほぉほぉ、わかった。ちょっとキャラまで変わってきたのよくわかんないですけど、これチークの使い方。ピカコさんどうもありがとうございました。いや元気モリモリになりました。ありがとうございます。そのこの、まあ、色味の選び方っていうのがやっぱり経験で、そう、まあ、赤とかオレンジとか、まあ、その中間とかいろいろあるけど、はい、まあ、ウドさんのもともと持ってるそのオークルというトーンに対して、これが一番極薄なんだけど健康的に見せてくれるという、そういう相性がやっぱりあるんですね。それが合わないものを使うといくら分厚く乗せても何も起こらない、で厚化粧に見えてしまうというのもあるんで、そこはもう本当に物選びですね。今の技術というよりは物選び。その物選びっていうのは大変ですね。そのやっぱりピカゴさん、ピカゴさん の、ね、培ってきたもの、才能の中でのっていうことなんですね。そこはなかなか それを自分の、うん、自分習得するっていうのはいうのはやっぱ経験ですか。経験と、まあ、参考に。そうですね。あとはやっぱりその、まあ、こういった化粧品会社さんは年に2回から4回ぐらい新製品をリリースするんで、まあ常にそのデパートの1階とか、まあ新しく出たものを必ず全部触って、そういいものはないか、今まで使ってるもの以上に機能的なものはないかというのを日々アップデートしながらゴロゴロ持ち歩いてるんですね。すごい、あの宝箱。宝箱いやすごいですよ、ね。ピカコさんの宝箱見ましたよ。見させてもらいました。そうなんですね。日々アップデート。これだよ。今年のトレンドです、ね。それが。お前分かって言ってんの。アップデートしていきましょう。ありがとうございます。俺たちもアップデートしたいな。アップデートしましょう。ありがとうございます。ピカコ様から教わる。崩れにくいメイク術を YouTube 限定で公開。ウド様お願いで検索してみてね。ピカゴさんのおかげで自分と向き合うことができました。ありがとうございます。はい、いろいろ見つめ直していきたいと思います。はい、血色のいいウド鈴木です。すいません、ピカゴさん、はい、こちらすみません、私の実家で弟が作っておりますお米なんですけども、ぜひ、すみません、嬉しいです、ありがとうございます。食べていただけたら幸いでございます。無なくありがとうございます。ありがとうございます。いや、ピカコさんにこう改めてお聞きしたいんですけれども、はい、私はこう出会ってお話をお伺いして、ましてこうメイクをピカコさんにしていただいたことで、はい、非常にこう明るく元気になりました。
あのすごいそういうやっぱりこう技術とともにやっぱりそういったこう思いですよね。あとやっぱりパワーがピョコさんはこう満載だと思うんですよ。こうピョコさんのメイクやそのピョコさんから学ぶことお話の中でいろいろあるんですけども、どうやったらピョコさんはこう前向きにご自身がこう生きてくることができたんでしょうか。ちょっと待って、前向きね、まあ前向きかどうかわからないですけど、私の場合は何だろう、往々にしてですね、あんまり他人を見ない、周りを見ないっていうことを意識してやってきました。比較をしないってこと。なぜならば私はそんなにあのウサギとカメのウサギではなくて、どちらかというとかなりカメな方だと自分で思っていて、周囲同業者、まあ例えばいろんな職業、まあね、いろんな人と比べられたりするけど、もう見ない見ない、自分と我が人生、とりあえずここだけをなるべく見るようにして生きてきた結果、まあなんとなく自分が決めた、よしここまで行こうと、時間がかかってもここまで行くまで諦めないっていうところに来れたし、あとはそのお知り合いは多いけどね、そのお友達とか、まあそういうところからもなんかいろんな影響を受けちゃったりするから、自分の場合はやっぱり弱い人間なんで、あまりお友達も増やさない。あ、そうですか。そう、本当に限られ、いやすごい、いろいろ楽しく交流があるような感じ。そうなんですよね、しますけど、ね、そう、まあまあ本当に本当に知り合いはそれなりに多いけど、あんまり人と交流しないっていうのが、あの一人の時間がすごく多いです、私は。それによってやっぱり自分のことも考えられるし、やっぱ私もね、今年で50になりましたけど、やっぱりこれからもその1ミリでも上手くなれるんだったら、やっぱ何でもやりたいってやっぱり職人として思うんですね。うわ、そうだから、それにはやっぱりパワーも必要だから、もうなんか他人に使ってる場合じゃないっていうような感じはあります。でそれ結構、そう、本当に一人でいることがほとんどで。一緒、私と一緒です。わかります、逆に。お気持ちわかります。そういう感じ。いかに自分で人生を楽しむかっていう、一人でっていうのはありますね。そうですね、おっしゃる通りだと思います。勉強させていただきました。長嵐、そうだ、ピョコさんのようにまたこう、ある程度自分の中で楽しく生きるためにそのお友達だったりはちゃんとこう作って交流を持った方がいいんですよね。あの最低限、そう、ただそのね、なんか闇雲にその友達付き合いをするんじゃなくて、本当にその何かしてあげたいと思えたり、あの大事に思える人だけでいいかなと。その他のどうでもどっちでもない友達と過ごす時間は自分のために使おうっていうような感じです。そう、ちょっとね、自分本位なあの人生ですけど、まあ私はもう職人としてやれるところまでやろうと決めてるんで、それでいいかなっていうふうに、はい、あの開き直ってる部分もありますし、まあそういうふうに思うようにしてます。はい、うわー、自分を大事に生きる、それはまたこう自分の人生も大事に、そして自分に関わる人のこともきっと大事に思ってるからだと思いますね。だからやっぱ羨ましいのは、そのピカコさんがいわゆる、じゃあ自分が大事に思うお友達、そのお友達、羨ましいですね、ピカコさんに思われてるわけですから、きっとそのお友達もピカコさんを思ってるわけですけども、羨ましい。なるほど、自分にとって大事な人、大事な友達をますます大事に、そしてそれと同時に自分自身もちゃんと他見ないで自分のこともちゃんと見ていなければいけないってことですか。そうですね、やっぱり自分で見ていかないと、自分のことって意外とみんな自分のことは分かんないって言うけど、でも世の中で自分のこと一番分かるのって自分しかいないかなって思うんで、なので、まあ自分自身でちゃんと見えないながら、あの自分を見てジャッジをしながら、あ、もうちょっとこういうふうにすべきだ、あ、昨日はねこれをやらなかったけど、1ミリでも上手くなるなら今日は絶対やろうと、要はその作業として、そう、あの見ていったりやっていったりするっていう、まあ難しいようで非常に簡単なことなので、そうですから、逆にね、なんかこんなんでいいのかなと思いますよね。それこそご結婚されてて、ね、やっぱりこう家族を設けて、すごいクリエイティブじゃないですか。
ね、私にはその作業っていうのがありませんから、でもやっぱり職人として、まあ、少しでもクリエイティブに携わりたいってなった時に、やっぱりその結局、まあそのうん、クリエーションっていうのは生き方かなってこの年になって思うようになったんで、はい、そう生き方から生まれる技というか何かそういうのがあのこれから表現できるようにあの頑張っていけたらなと思ったりもします。すごいあのでも孤独に見えるかもしれないけどものすごい楽しい人生だと思います。これはこれで一緒ですよ。そう一緒、私が競馬に対する思いと一緒ですよ。私人と遊ぶよりも、うん、その遊ぶ時間を割いて、うん、1レースでも VTR チェックしようっていう気持ちが一緒ですから、ね、なるほど、競馬に対する頼む、あのお笑いにも向けてくれ。それわかりました、うん、お笑いの方にも、うん、なんとか、あのそう、ピカコさんはこれ1ミリでも うまくなれるんだったらってね、それに努力を惜しまないわけだから私も1ミリでも馬券が当たるように努力しますから、頼む、ありがとうプルさんとしてCM の後は東急沿線飲食店応援企画ピカコさんに甘えていろいろこうお話伺ったらこうもうパワー満タンでこうもう今すいません自分がもう自分じゃないような気持ちでちょっと甘いものを食べたくなってきました今、はい、そう思いまして、はい、今日は美味しいスイーツをご用意しております。ありがとう。ごめんください、ごめんください、もう一回言ってごめんください、どうも鈴木秀樹さんで、私そうです、はい、ウードイーツでございます。ありがとうございます。今日も持ってまいりましたので、えぜひ中身の方ご確認いただけたらと思いますので、こちらはその名もウードイーツです。東急沿線エリア内の飲食店を応援するべく立ち上がった企画です。ありがとうございます。東急沿線在住です。そうなんですか、ありがとうございます。いえいえいえ、嬉しい。じゃあ早速開けちゃってよろしいでしょうか。どうぞオープン。宇田様、こちらは世田谷線宮の坂駅から徒歩3分、モダンな店構えが特徴の和菓子店和ほろ堂草月です。できる限り国産の素材にこだわった和菓子は地元の若い人にも大人気。中でもお店一押しの商品を店主の山岸さんに教えてもらいました。それがこちら、招き猫ドラです。かわいいね。招き猫発祥の地として知られる豪徳寺、そのお膝元であることから焼き印にも招き猫が。縁起がいいだけではなく、もちろん味も抜群です。バターで焼いた皮と甘さを抑え、すっきりと仕上げた自家製あんこが特徴。添加物は一切使用していません。ピカコさん、かわいいですね、このどら焼き、ねね、サイズもなんか普通のどら焼きのこれ3分の1ぐらいですか ね、食べやすい感じ。本当だ。でも結構分厚いんじゃないですか、肉厚というか。おお、厚みは結構どっしりと。本当ですね。これ食べていいんですか。ぜひいただきます。お願いします、ピカコさん。あ、先にどうぞ。いやいや、そういうわけいきませんよ、ピカコさん。お願いします。じゃあ今日はちょっとあの客という立場で、ぜひぜひ、はい、皆さん失礼します。先にいただきます、はい。意外とね、これ見た目よりもずっしりくるんですよね、これ、はい、いただきます、はい、うん、いかがですか。うん、美味しいです。よかった。粒あんですか。粒あんで、でね、この豆の食感と豆の香りを残しつつ、はい、甘さすっきりとご説明されてたのがよくわかります。全然あのすっきり感が、はい、でね、バターがって言ってたけど、バターはそんなに感じないかも。そう、要はあっさりと、なんか何個でもいけそうなどら焼きっていうイメージ。うわー、一番お店の人が喜びます。おあ、コメントさすが、ピカコさん。いやいや、美味しいですよ。食欲もいけますね、うん、すもうそれ以上超える。ぜひね、先生、宇藤先生、招き猫が、うわ、正面を向いてますの。はい、いらっしゃい。うん、早く食べてください。いただきます。招かれております。美味しいね。
非常に思わずそう言いたくなる、まず自分が猫語で話したくなるぐらい本当に美味しいです美味しいですよね。あんこより生地の方が甘さがあるみたいです。あ、そういうことなんだ。なるほど、だからでしょ、今すごいこの生地スポンジと相性がいいって言ったじゃん。ね、宇土様、ピカコ様、いかがでしたか。はい、もう本当に自分元気でみなぎってますね。僕はこれから変わってきますよ。ええ、今日ピカコさんと会ったおかげで世界に視野を向け、ミラノ、ニューヨーク、パリと、ええ、そしてやっぱり1ミリでも自分の可能性をね伸ばしてあげたい、そう思っています。なんかまたメイクされた後からまたキャラが変化してきますよね。そうなんですよ、うん、力強くなったでしょ。そうですね、うん、自分が、うん、なんかそういった自分自身を認めてあげたいと思いますし、はい、こちらこそもう今日はありがとうございました。すごく楽しかったですし、はい、でもさっぱりね、最後のその食レポ、もうプロだね。めちゃめちゃ面白かった。あれが本当に自然に出てくるってすごいことだよ。いや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 と思った。いや、ピカコさん、あそこ褒めてくれた人いないですよ。いや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 、本当にね、勉強になりました。ありがとうございました。いや、こちらが勉強になったんですよ。ピカコさん、本当に勉強していただいて、自分は、うん、自分を元気づける方法を知ったというか、これいわゆるだからそのピカコさんのおかげですよね。いや、メイク、チークの使い方、やっぱりそういった、あ、今までと違う、なんか、あ、チークに対しても見方変わりました。はい、私、はい、よかったです。ありがとうございます。ぜひ皆さん、またお会いしましょう。金言は、偉人もすごいが、よく聞こう。自分の周りの人のことの葉。金言は、偉人もすごいが、よく聞こう。自分の周りの人のことの葉。宇土様お願いは、ショッピング専門チャンネル QVC と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。おめでとう20周年、ショッピング専門チャンネル QVC で人気の商品を視聴者の中からプレゼント。こちらの宛先にご応募ください。当選は発送をもって発表とさせていただきます。お待ちしています。